買い足すならオール3500円以下。高見えベーシックとプチプラ新アイテムの撮影をしました。実際なんかいろいろごちゃ混ぜだったからどれが、ああそうかそうかそうか、どれがどれが、値段書いてないからわかんない。と今回はすごいデニムとかデニムパンツのアイテムが多くて、オールドネイビー あのダメージのデニムパンツがすごい、これが3500円かと思いました。私はあのアクセサリーでとても高く見えるんですけど、あの実は安いっていうアクセサリーをたくさんつけました。ニット帽とか、あとイヤリングとか指輪とかもいろいろあって欲しいなって思いました。プチプラアイテム普段普通に着てますね。普通にプチプラですね、うん、小物とかをちょっとブランド物にしたりしてます。やっぱり大学生になると毎日私服を着る機会が多くなるので、あのそんなに高いものばっかり買ってられないので、たくさん、うん、あの量を増やしたいなって思ってるので、はい、そうですそうです。しかもプチプラでトレンドのものを取り入れられたらすごい嬉しいなって思う。例えばガウチョパンツとかも、うん、多分今年限りかなっていうものはちょっとプチプラにしたり、これはもう毎年使えるなっていうのはちょっと高めのものを買ったりしてます、うん、皆さんもぜひ旬なものをプチプラなで取り入れてください。真似してね。バイバイ。